2018プロフェッショナルシュート沖縄大会ザ・シュート沖縄ボリューム4直前情報試合順決定ということでね、はい、ちょっとテイクワン借りましたけど、はい、もうすぐ直前情報、もうすぐね、大会があと、もうやがて10日ですね、うん、今日の収録は4月6日ということ、あと12日大会までということで、いろいろと決定事項決まったことがありますので、はい、今日はこの場で、お知らせしたいと思いますので、皆様お付き合いください、はい、お願いします。はい、ポスターも出来上がりまして、はい、いろいろとこうね、かっこいい今回のポスター、面白い和彦さんが作ってくれました、はい、素晴らしい。まあまあ、どんどん宣伝していきたいと思っています。はい。で、まずですね、はい。じゃあ、はじめ、今日の流れとしては、一番はじめ、この方々なくしては、大会は成立しません。協賛企業様紹介を、はい、山本店長、マリコさんから、はい。お願いします。今回もたくさんの協賛をいただきまして、協賛していただいたお店だったり、会社様を紹介していきたいと思います。まずメイン協賛を毎回してくださいます沖縄酒場気分屋様、ありがとうございます。まあ、俺たちの気分屋ですね。俺たちの気分屋。気分屋は沖縄県に2店舗ある離れと、はい、本店と2店舗ある居酒屋さんです。まあ今このご時世なんでね、はい、飲食業もとても大変なところなんですが、まあ、ぜひこう、もちろん毎回協賛しますよと言ってくださって、うん、今回のね、チケットにもね、僕も載ってますし、メインで、CM とかを作ったりして、流したいと思っています。一回一回のね、近くで、花火はあって、で、また本店の方は、浮島通りか。そうですね。本店はお化け屋敷がある。あります。よく入って、みんなでね、そうですね。最初の頃から、みんなでよく入って。まあ、わんわんやってね、オギチャンネルとかでも入ってましたし、ね、あ、そうだそうだ、距離もね、なんかどっちの店舗も国際通りから すぐ行ける距離だから、そう、ね、いいよね、観光の方にもいいしね、地元にも行きやすい、ね、メニューも低価格で、そしてもちろん美味しい、ね、うん、本当に美味しい、低温調理のレバ刺しとかね、私の大好物、馬刺しもそうだし、おでんもうまいし、店長の具志堅さんもね、うん、すごく本当に美味しいですね。安内くんのおすすめは？私は海ぶどうです。海ぶどう。安内くんがおろしてるやつですね。そうですね。まあ置いといて、でも、うん、お肉美味しいんですよ。お肉ね。確かに美味しい。本当に毎回焼き豚かな、鉄板持ってきてもらって焼くんですけど、あれがね、うまくて肉がうまいし、うんうん、あとまあちょっともう冬終わっちゃったんでないですけど、おでん。おでん、うん、いや、おでんは美味しいよね。本当に美味しい。おでんは美味しい。沖縄はね、おでん有名ですからね。うん、内地の人は分かんない人もいるかもしれないですけど。豚足が入ってたりね。うん、そうそうそう。ヘビチという。ヘビチね。沖縄そばとかも入ってるよね、うん、おでんね、うん。いや、まあ、気分屋さんは本当に美味しいので、ぜひ旅行に来たついでに皆さん、これを見ている皆さんもぜひ行ってください。うん、沖縄サッカーの気分屋さん。いつもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。続きまして、今回初めてですね、はい、ソークレイジー東京様、ありがとうございます。ソークレイジー東京様は、はい、まあ、東京のね、ファッションブランドなんですけど、ちょっと後でまた紹介をしたいことがありますので、はい、お伝えします。はい。はい、そして続きまして、株式会社ファッションキャンディー様、ありがとうございます。ファッションキャンディー様は毎回 MVP 賞を作っていただいて、はい、あとは物販と、はい、あります。ね、今回また後ほどこれも、マリコ店長からお話し差し上げたいと思います。はい。はい、はい、続きまして、こちらも毎回、ご協力いただいています。沖縄広告株式会社様、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。沖縄広告株式会社。加藤社長、加藤さん、お世話になってます。ありがとうございます。元シューティングジム大阪の加藤社長、格闘技大好き。はい。はい、熱いよね、毎回ね。ありがとうございます。はい。はい、続きまして、こちらも、毎大会ありがとうございます。後期稲山総合法律事務所様。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。稲山さんはですね、この事務所の、法律事務所の方なんですけども、パレスタイの小座の会員の方で、パレスラーの選手もいつもサポートしていただきます。そうですね。はい。柔術を楽しむ、
お酒大好きな今回もね、陽気にちょっとハイボール飲みながら見ていただけたら、よろしくお願いします。はい、続きましてこちらも毎大会、ご協力いただいております京都市役所前法律事務所様。はい、はい、ありがとうございます。鈴木先生も、はい、いつも協賛いただいてます。鈴木先生もね、格闘大好き。本当になんか今年は試合に出るとか出ないとか柔術、なんか柔術キック、あ、キック、キック双方かな、なんか相当体もう本格的にやってて、去年来た時も話してたんですよ。うもう今年からはね、柔道も柔術になってる方、柔道もやってるんですか。柔道も練習やってる。ほう、鈴木先生、はい、ありがとうございます。はい、で続きまして沖縄の観光に感動をハブクリエイト様、ありがとうございます。ハブクリエイトさん、今回初めてついていただいたんですけども、甘い前からお付き合いのある永井さんが、永井亮太さん、私と同じ名前の永井亮太さんが甘い年で、ね、2018年から、ね、始まった事業でというところですね。はい、永井さんも、帰国審議足なんで、そうされてる、本当に格闘技をね、やっている方に本当にお世話になってます、うん、はい、ありがとうございます。はい、続きまして脱毛サロン&ホワイトニングベル様、はい、ありがとうございます。はい、ベル様、ビノマジにある脱毛サロンですね、うん、はい、男性の方も女性の方も、ぜひ通えるというところなので、うん、どうですか、腕毛のいらないですか。本当めっちゃない、植毛だったらいくえ、こんなないの髪の毛。全然ない、カメラ見ない。ここ、ほら、ここって言ったよ。ここ、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 ぜひぜひよろしくお願いします。そしてこちらも毎回ありがとうございます。マンツーマンパーソナルレッスン、パーソナルジムクロスライン様、はい、ありがとうございます。キングオブパンクラシストスタンさんと経営するパーソナルジムですね、今2店舗に、なってですね、首里との牧師の方に女性専用男性専用というので、牧師の方は本当に国際通りからもすぐですね、牧師駅から多分駅からホームからも見えるぐらいの距離だと思いますので、ね、まあ、須永さんのね、こう実力を伴ったのがそういうね、パーソナルトレーニングとかね、トレーニングがありつつもというところだと思いますので、格闘家を目指している方も純粋にダイエットをしたいとか、うん、そういう方もぜひぜひ、女性の方もね、田島春さんが主人の方でやっているということなので、ぜひぜひ、お声かけ連絡してみてください、はい、というところですね。パーソナルトレーニング、はい、共産企業様、以上となります。はい、それでですね、今回の、共産、総クレジ東京様の、ことについてちょっとお話したいんですが、はい、はい、総クレジ東京様はですね、まあ、東京にある、ファッションブランドですよね、ちょっとホームページから紹介したんですけど、はい、年をとってもかっこよくいたい、いつまでもやんちゃでいたい、そんな思いから始まった総クレジ東京、年を重ねたからこそできるものがある、夢を諦める必要なんてない、俺はまだまだやれる、そう思った時にこの服はあなたの隣にいてくれたら嬉しいな、というブランドですね。まあ、なのでそういう熱い思いを持ったブランド様なんですけども、なんと今回協賛をいただきつつもですね、さらにファイターズリスペクトとして、ファイトマネーとは別に全選手、出場者、周東沖縄大会全選手に、激励賞をいただいてます。おこれ選手の皆様にまだ伝えてないんですが、ここで、ご確認と伝えたいんですけども、なのでね、ちょっとファイトマネットは別にね、総クレジ東京様からの、激励賞がありますので、選手の皆様のモチベーションにね、ご利用してもらったのが多いですので、本当にありがたい限りですね、16選手。はい、出場しますので。え、すごい。負けてももらえるの？そうですよ。いや、負けてもというかね。そういうことで違うの、なんか。今から試合するから、ね。負けてもって言ったらダメなんだよ。みんなね、勝つ気持ちで、
試合をするわけです。今日調子悪いな。一人一人の選手ね、あの勝ち負けこだわらず頑張った選手。戦う選手にリスペクトということで、いただきますので、なので、そんなね、年をとってもかっこよく生きたいというね、言っているね、夢を諦める必要なんてないと言っているブランドなので、ね、ぜひ、ホームページ、そっくりひとくチェックしていただいて、熱いブランドなのでね、周東北を全面的に応援してくれてます。ので、ぜひぜひ、チェック皆さんよろしくお願いします。社長、中澤社長です。ありがとうございます。かっこいいね、T シャツ。いや、もう T シャツもね、かっこいいし、そう、やんちゃない人もっていうね、言い方もしてるけど、そう、おしゃれでね、ぜひ、僕もね、まだ、職場足を運んだことないので、ちょっとね、駆けつけたいと思います。ね、うん、サンドウィッチマンさんがテレビで来てたりとか。あ、すごい。サンドウィッチマンっぽい。確かに、好きそうだね。ああね、サンドウィッチマンもちょっとね、一見大人気の芸人だけど、一見風貌はね、ちょっとこわもてという感じで、ね、そういう人も来てもかっこいいというね、ブランドです。はい。なので、ぜひ、そんなね、モチベーションの上がった選手たちの戦いをお楽しみにしてください。はい。はい。と、あとは、ファッションキャンディー様ですね。はい。MVP 賞としてね、前回、協賛をいただきました。今回も、首都沖縄大会では、MVP 賞を設けています。第1回大会が、宮城雄一。第2回大会、平達郎。そして第3回大会、前回は、ターカー、下地のターカーが、獲得している MVP 賞ですが、ね、今回も用意していただいたので、16名の選手から一番こう活躍した選手、一番いい勝ち方した選手、うん、熱い試合を選手を、ファッションキャンディーさんに認定してもらって、はい、当日、MVP 賞として、エンディングで渡したいと思いますので、はい、まあね、観戦している皆様も誰が MVP なのかっていうのをね、想像しながら見てもらえればと思います、うん、はい。で、MVP とは別に、そうですね、今回初めてのことなんですけれども、勝利者の選手にファッションキャンディーのお菓子の詰め合わせを8試合分、こちらを勝った選手のみにプレゼントが、はい、勝利者賞として、勝利者賞として、試合後に配られると、はいはい、でまあね、そこでラインドがあると写真のことかなっていうね、うん、はい、なので、今回は、勝利者賞としてはファッションキャンディー、はい、激励賞もありつつ、さらに MVP 賞もありつつ、そうですね、はい、プラス物販では、お土産用のお菓子の詰め合わせがお得な価格で、うん、エバーグランドに並びますので、ぜひ皆さんこの機会に、うん、お得な価格でファッションキャンディーの、お菓子の詰め合わせをもらえると、そうですね、今回は、2000円の、お菓子の色の詰め合わせ1種類なんですけど、それを数量限定でご用意してますね。はい、はい、まあね、自分で食べるものよし、うん、人にプレゼントするものよし、うん、沖縄の方にプレゼントするのもよし、県外の方に、ね、お土産として持って帰るものよし、うん、ファッションキャンディー、ですね。ありがたいですね、本当に。そうね。ファッションキャンディー様、はい。ぜひぜひごひいきに皆さんよろしくお願いします。はい。まあね、という協賛の、皆様の紹介でした。はい。で、続きまして、まあ、先日、この映像が流れる頃にはというところで、先日発表された試合順の方も決定しました。はい。改めて、こちらの方で、試合順、紹介したいと思います。はい。じゃあ、これは私の方から紹介したいと思います。出てる。第1試合、ワッショイ内田 VS、大城まさしですね。はい。まあ、この試合の紹介というか、見どころは、また別の見どころ YouTube 撮ってあるので、はい、そちらで見てみてください。はい。第1試合、和歌山達也 VS、荒垣健二選手。はい。ですね。こちら沖縄対決ですね。はい。第3試合、岸 VS、波平コング。ですね。はい。このヒゲすごいな。また濃くなった、なんか、騎士氏、波平コング、キャラモノ対決だからね。確かに。でも、この試合はもう熱い、もうパワフルな、うん、もうね、ぶん殴り合い上等な二人なので、楽しんでください。はい。そして、第4試合、灰原キラと、VS、渡谷誠選手。ブローズの渡谷選手が、やっています。はい。
実力者同士の試合だと思います。うん、第5試合、東間吉野 VS 内田健ですね。はい、名門パレスは千葉ネットワークからの内田健参戦、うん、ですね。そして新人王の東間吉野が迎え撃つというところですね。はい、第6試合、朝比奈健 VS 九州力。はい。ね、はい、パレスは沖縄の、ね、2018年新庄かな、うん、東京新庄、朝比奈健 VS 九州力、知る人ぞ知る九州力ですね。はい、そして、セミファイナルですね、シュート世界ランカー、フライ級世界ランカー、宮城雄一選手 VS 西村大地選手、うん、はい、すごく実力者同士の、これは試合になりますね、うん、この試合唯一、今大会全8試合中の、中で唯一3回戦、うん、3ラウンドの試合です、この試合は。はい、なのでね、駆け引きの非常に注目が注目をされる試合になると思います、うん、はい、はい、そしてメインイベントです。メインイベント、須田部光久の秘蔵子亮 VS 島ジュアンズ上限の鬼タカイエーイ、沖縄対決でメインを、今回は行っていきます、はい、まあ宮城選手の試合がね3回戦ということなんですけども、うん、ちょっとここの大会は沖縄大会ということで、この今後ね、こう内地中央に、またゆくゆくは世界を目指したいこの2人の沖縄の選手、ターカーと亮に、ね、うん、この大会を締めてもらいたいなという、もうこれは僕の希望で、はい、決めさせていただきました。ぜひもう2人の選手期待しているので、うん、熱い試合になること間違いなしの2人の試合ですね、はい、という全8試合になります。はい、はい、ので、まあね、改めまして、こちらの大会はありがたいことにチケットは完売です。当日券もありません、がツイキャスですね、ツイキャスの方で今、まあ、インターネット上で、見れるということで、発売してます、はい、前日までに購入すると3,000円、当日購入は3500円という形なので、ぜひ熱い大会をね、皆さんのツイキャスの方でチェックしていただいて、まあ、アーカイブもね1週間ほど残ると思いますので、はいはい、今回のスタジオ社員小暮悟が全面的に、うん、今回中継してくれるので、はい、皆様よろしくお願いします。お願いします。はい、で、あとは当日来る皆様へ対してですね、物販情報ということです。先ほどファッションキャンディーの方で、物販で出しますよということでしたが、首都沖縄の方からもですね、物販情報。まず、前回大好評で速攻売り切れだったですね、マスク、コドヒラクス様と、作成した首都沖縄のマスク、こちらですね。が限定50枚で、発売予定で、色が増えたね。そうです。で、今回は、前回一番初めはブラックとグレーだったんですけども、さらに、ピンク、あとはホワイトも作りました、うんうん、まあブラックグレーも非常に人気なんですけどね、こういったピンクやホワイトもね、ぜひこうつけていただいて、うん、こういうのつける人はね、多分ね、こういうのをうまく使いこなせる人はね、とてもファッショナブルだった。おしゃれな。確かに。でも可愛いね、なんか。そうそうそう。男の人でもね、ピンクしてたら可愛かったりするし。ですね。まあ、限定50枚なので、1つ1,000円で販売します。で各色50枚ですか？あ、いや、全部で50枚。トータルで。だから、1つ、まあ、12、3枚なのかな。うん、なので、まあ、早物勝ちで、1つ、うん、エマグラド様の物販で販売する予定です。はい、ぜひぜひ皆様ご興味、ご購入ください、うん。あとはですね、今回、T シャツは、新しいものは作らないんですが、シュート、イズマイライフ T シャツ、全体作成のエマグラド。モンティですね。はい。こちらと、あとはメッシュの、シュートイズマイライフ T シャツ。あとは、これ復刻版というかですね、第1回大会で作った、ザ・シュート沖縄 T シャツ、マングスとハブの、T シャツも、販売予定です。うん、で、こちらすべてこうですね、低価格で販売したいと思いますので、今回。はい。ぜひぜひ皆さん会場で
チェックチェックしていただけたらなと思います。はい。あとはエヴァグランド様の商品は並びます。新作。はい。オリジナルが。オリジナル。ないな。あ、これ。これ。これ。あ、これ。これ。会場特化になると思いますね。たくさんありますね。最近オリジナルが出て。はい。よろしくお願いします。はい。この可愛い箱を呼んでもらえるかな。これはね、これはない。まあ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 。岩沼様のお役になりますので、はい、ぜひぜひ当日はあのお客様は、ルパンの方もチェックチェックよろしくお願いします。お願いします。はい。と、あとは、はい。あとはあれですね、会場に、来るにあたっての、感染、はい、感染症対策ですね。今現在、今日が4月6日、ですね、撮影しているんですが、まあ、この時点でですね、あの会場の方も、まあ、今、感染者数の件もあるんですけども、現状、まだ大会全然開いて大丈夫ですということを伺っているので、感染症対策はただバッチリ、しっかりした上で、行いたいと思っています。はい。というところで、じゃあ、ここは広報安成さんから、感染症対策の方を、はい、お願いします。お願いします。はい。選手、セコンド、スタッフ、会場に入るすべての方は、厚生労働省の認定する新型コロナウイルス接触確認アプリ、ココアをインストールし、設定を行った上でご利用ください。はい。はい、次ですね。熱がなくとも咳が続いている、倦怠感や息苦しさを感じるなど、風邪の症状があった場合は、入場は認められません。はい。試合前、試合後に、あ、これ選手に対してですけど、まあ、来られる観客の方にもちょっと伝えますね。はい。試合前、試合後に観客席へ行くこともお控えください。お客様との接触は極力控えるようお願いいたします。はい。大会終了後、会場ロビーや会場前などで密集するようなことも控えください。挨拶などは後日行っていただきますよう、ご来場いただく皆様にも選手の皆さんからお伝えください。はい。これでも会場でアナウンスもありますよね。はい、はい、アナウンスもお願いします。はい。最後ですね。やむを得ず、濃厚接触者として特定された方は、大会後、あ、ちょ、速やかに、主催者に連絡してください。あ、来場を控えください。あ、そう、来場を控えくださいですね。はい。はい。うん、ということですかね。どういうことですか。ということですね。はい。まあ、ね、感染症対策は気をつけて、行っていきたいと思いますので、はい、皆様、これに関しては、しっかりご協力の方、よろしくお願いします。お願いします。はい。といった直前情報、でしたが、最後ですね、もう一人、スペシャルゲストが今大会から来る予定です。これに関してはですね、ちょっと、今の時点ではまだ、秘密にしたいと思いますが、皆さんも、ね、絶対こう知ってるであろう、超有名、選手が来場してくるということになったので、うん、まあ、ちょっとね、インタビューでもしていただけたらなと思って、今お話していますので、はい、これに関してはご期待ください。というような、大会ですね。はい。というところで、もうあと10日、ぐらい、約10日、これね、放送しているときにはもう1週間かな、おそらくの編集によって、1週間前かな、わかんないけど、ね。そうですね、1週間。ね、ね、あと1週間ぐらいでも始まりますね。開催されます。第4回大会、非常に熱い試合が繰り広げられると思いますが、どうですか、安成君。はい。大会に関して。当たり前に関して。いや、なんかね、この試合順を見ると、メインはいいなと思って。で、2ラウンドじゃないですか。うん、やっぱこの2人だとね、ちょっと早期決着しかないかなと思うんですけど、まあまあ、あんまりこの、まあ、膠着したりとか、そういう試合にならないと思うんで、ちょっとまあ、いいメインかなと。そうだね。リョークも打撃もうまいしね、タカーも圧力もあるしね。そうそうそう。見物っすよね、ほんとね。やったことあるのかな。ない。この2人はないんだけど、多分練習でもないんだ。まあ本当にでも、追加戦見るので、ぜひこうね、全国のシュートファン、並びにね、そういうファンにこの試合を見てほしいなと思ってますね。はい。熱い試合ですよ。そうですね。はい。
どうですか、マリコ店長は大会まであとわずかですが。あっという間。早いね。うん、早い。まあ今回ね、11月から半年ぐらいのスパンだからね。うん、初めてか、こんなスパン。初めてですね。でもそうだそう。去年ができなかったから。5ヶ月も経ってないんだ。そう。半年どころか5ヶ月経ってないんだ。そうですね。まあ去年ね、やろうと思ったらできなかった。うん。やってました。初めてね。まあ、うまくいったら、初めて2回やる。そうだね。うん、4月初めてだよね。そう。で、この大会を終えたら、次は11月の7日に予定しています。はい。ですね。まあまあ。みんな慣れてきてるからね。はい。ちょっと余裕が出ている。そうだ。がね、気を引き締めて何があるか分かんないのでね。養生シートも買ったし。準備してあれも買ったし、俺も買うし。もう大丈夫。トランシーバーは？あ、注文します。あ、そう。あれ？まだ裏でね、トランシーバーをね、使いたいという安内君がね。今回はトランシーバーって絶対いいんだよね。しっかり使うんで、円滑に大会を回していきたい。そうそうそう。あと、今回からラウンドガールのコスチューム、ね。あ、そう。新しくなる。新しくなる。なります。はい。もうなります。これはマリコ店長に任せているんですけど。そうなんです。可愛く仕上げて。めっちゃ可愛いのをね、思いついてしまって。そう。本当に、はじ、ま、うん。それは、びっくりしてください。ね、皆様ですね、男性ファンにも必見。そうです、そうです。ね、もうラウンドガールの人に、はい。なおさん、みちかさん。はい。はい。はい。ですね。はい。というところで、見どころ、直前情報、あ、見どころ直前情報、試合準決定と、題して行いましたが、はい。ぜひぜひ、当日は、会場、もしくはツイキャスで皆様、応援のよろしくお願いします。お願いします。はい、というところで今回はそんなところで、はいはい、はい、ではまた会いましょう。さよなら。よろしくお願いします。